ございます、はい、まあ、なんといってもね、大谷翔平が MVP を獲得しました。そうですよね、本当に皆さんありがとうございました。関係者でも何でもないです。関係者です。ありがとうございます。関係者じゃないでしょ。薄い関係者です。俺を言われなきゃいけないですか。ありがとうございます。ちょっと今日はこの大谷翔平のことを私、インターネットにギュッと調べてきたんで。何つったの？インターネット。いよいよ何つったんだよ。インターネットギュッと調べてきたんで、ちょっとお話しヤフーね、まず。あ、そうそう。何つヤホーつってるじゃん。ヤホーつった。ギュッと調べてきた。もうヤホーも言えなくなってんじゃん。何なんそれ。5G。は？5G 対応になってんだよ。 5G でな、もうヤホー聞き取れないぐらい速くなるのね。今年から変わってるんで速くなってるんですよ。時代についてきてる。困ったな 5G。 困ったな。インターネットで調べてきたんでお話しさせていただきますけど、なんとかそこで 4G に戻んねえかな。大谷翔平は1994年7月の5日に岩手県の奥州市で生まれたんです。 ね、あの方岩手ですもんね、はい、奥州市と言われても皆さんわからない。奥州市ってとこなんだ、ね、旧水沢市です、うん、もっとわかんないけど、はい、旧で言われてもね、うん、もしもし、はい、嘘でしょね。漫才協会です、はい、いや何やってんの。あ、はい、お世話になってます、ありがとうございます。いや漫才中ですよ、はい、あ、はー、ありがとうございます。またお願いします。すいません、おい、失礼します。はい、いや何やってんの。あ、漫才協会がね、日曜日休みなんですよ、うん、それであの協会にかかってきた電話が全部僕に転送される。そんなシステムになっちゃうの。システムになってて、え、土日そんなシステムになってたの。そう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 。いやいや、だからってダメよ、その漫才中なんだから。その電話なんか出たら、まあ、副会長でちょっといろいろかかってくることも多いんで、ごめんなさい。いや、誰かに預けときゃいいだろ。ごめんなさい、ごめんなさい。終わってから出ろよ、そんなの。すいません、ちょっと変なこと。本当ですよね、すいません。漫才中って大谷さんの話してたの、はいはい、今、大谷翔平はね、うん、お父さんが社会人野球の選手で、うん、お母さんはねバドミントンの選手だったんですね。そうなんだ、2人ともね、はい、スポーツマンで。なんですか、だから岩手では禁断とされているスポーツマン同士の恋愛を見合わせて、うん、結婚したわけですけど。何がいけないんだよ、ね、あ、もしもし、またおい、あ、漫才協会です。出るなっつったんだよ。 ありがとうございます。何出てんの普通に。はい、あ、あの、もう死んでます。は、死んでます。 どんな会話だよそれも。あの、はい、去年の8月22日です。蛍光症じゃねえかお前、はい、まあ、師匠のこと死んでますっつうのかお前電話で。あ、その人も死んでます。死んでますっていうの。相方の恭平は生きてますけど、はい、東京丸師匠な。あ、春風光太も死んでますね。はい、あんま電話向いてないよあなた。あ、青空楽しも、はい、先日死んでます。何の電話だよそれお前。あ、ナンセンス騎士の、騎士のですか。あ、少々お待ちいただけますか。ああ、どっちだったっけ。生きてるよ。どっちだっけってなんだお前。はい、まだ死んでないです。何その言い方。生きてますでいいだろお前な。あ、なんだよ。はい、はい、あ、分かりました。おい、ダメダメだって。出るなっつってんの。またの機会にってことで。ま、番組の、番組の問い合わせ。どんな番組だよお前、亡くなった師匠ばっかに。アナザースカイ。どういうことだよ。アナザースカイ終わったでしょあれ。あ、リニューアル。リニューアルしてそんな番組なんのね。多分、はい、アナザースカイの意味だいぶ変わってくるね、はい、ごめんなさいね、すいません、かかってきちゃうんですよ。全然違う番組になっちゃったけど。分かってくれでしょ皆さん、電話出ないで。本当ごめんなさい、ごめんなさい、ね、小学3年生の頃から野球を始めましてね、うん、あ、そうなんです。小学5年生にしてすでに110キロ出たと言われています。走るスピードじゃねえだろ絶対。チーター超えてんじゃねえか。はい、もしもし、めちゃくちゃかかってくんな。はい、漫才協会です。どんだけ電話かかってくる日曜日に。あ、はい、はい、ねずっちですよね。はい、抑えてますよ、スケジュール。ネズッチへのオファー。はい、あの、あ、ルネ小平の、はい、落語会の。ルネ小平、またリアルなとこだな。ネズッチなんですけど、はいはい、あ、そうだ、いつもと同じで、はい、あらかじめこちらからお題をお送りしますので、はい、そのお題を知ったそうでしょお客さん、お客さん、あれアドリブでやってたんじゃないの。お客さんを5人はじあらかじめ入れといていただければ。聞きたくなかったよこれ、はい、で手を挙げさせていただければと思います。嘘だ、はい、桜なんか嘘だ嘘だ。お盆小盆ですか。出た、お盆こぼんへのオファー来た。少々お待ちくださいね。お盆こぼん、やっぱ人気なんだお盆こぼん。お盆こぼん手帳持ってる。お盆こぼんが今3年スケジュール埋まっちゃってまして、ごめんなさいね。やっぱギャラクシー賞の効果すごい。その日はあの国連のイベントが朝から入ってます、ね、国連どういうこと。 SDGs の、はい、SDGs なんかもう平和の象徴みたいになってんの、あ、今実写版トムとゼリーの撮影も入ってます。どんな映画だよ。入ってまして、ワーナーどんな映画撮ろうとしてんだろう。それ条件が一つあるんですよ、うん、あの楽屋を別々にしていただきます。そうでしょ。すいません。いや仲直りしたんじゃないのね。あ、おぼんこぼん一つと、あの谷川の楽屋を一つ用意して、どういうことだよ。用意していただきます。谷川マネージャー対おぼんこぼんになってんのか今。谷川の楽屋にコンパニオンの女性一人つけていただければと思います。エロお前な。失礼します、ごめんなさい。谷川さんに気づかなきゃいけないんだよ。ごめんなさいね。やめて本当かかって。お客さんに聞かしちゃいけないことばっか言ってたから。こっちの方が大事だから。なんでだよ。
独演会の漫才の方が大事だろうが。すいません、ごめんなさい、ちょっと漫才ありますけどもね、その後野球の名校門に入るわけです。名門校だよ、名のある校門みたいに言うな。アナルマキ東高校。花巻だわ、なんだアナルマキって。はい、もしもし、どこで出てんの。漫才協会です。はい、アナルマキ終わりで出るなお前。間違いじゃないですか。ミュージシャンいませんけど、うち。いいよ、間違いだったらすぐ切っても。ビッグボーイズはいますけど。はい、はビッグボーイズはミュージシャンじゃないですよ。はい、ビッグボーイズへの。たまらんぜラップ。そうでしょ。はい、たまらんぜラップオファーしてきたの。そういうネタはありますけど。あんななんか下手なラップのネタ。たまらんぜラップをやってほしいということですか。わかりました。はい、そんな仕事ある。スケジュールは来年の8月。ずいぶん先だなおい。多分スケジュール空いてると思いますけど。イベント名は波物語2022。クラスター起きたやつだろ。今年クラスター起きたヒップホップイベントだそれお前な。あ、はいはいはい。来年ビッグボーイズ呼ぼうと。もう日本中のラッパーに断られたんじゃないかそれ。アルベット・ヒュークで。やんない方がいいよ絶対それ。担当がマキ・クロードさんですね。わかりました。どういうことだよ。すいません。マキさんが一番怒ってたんだあれお前。ごめんなさい。みんなマスクしろって言ってた。マキさんが来年の主催者なのね。もういいから電話。すいません。ねえ、漫才中なの。漫才やりたいよ俺だって。帰ってくるんだから。出るんだよ。ごめんなさいね。まあ、高校に入ってすぐ160キロを投げるんです。あ、そうね、やっと、ね。これがアマチャン史上初って言われる。アマチュアだよね。アマチャン史上初。アマチャンも岩手だけど。それがスカウトの肩に止まりまして。小鳥じゃねえかもうそれ。目に止まるんだあいのは。スカウトされるんですけど、そうそうそう、本人はアメリカかメジャーか大リーグ。全部一緒だよお前。決めてたんですね。3つで悩んでたわけじゃないんだよ。日本ハムがドリフトでくじを引いちゃったんです。ドラフトって言えよお前。ドリフトでくじ引いちゃった。荒い運転しないんだよ。初めは拒否してたんですけど、栗山監督が日本ハム入ったらハム食べ放題だぞっつってね。どんな説得だよ。説得しますね。それで行く。どんだけハム好きなんだよ。日本ハムに入って4年目の2016年にはバッターとピッチャー両方でベストナインを獲得するんですよ。でも日本でもこういう結果を出して、ね、これがねどのぐらいすごいのか、我々芸人で例えるならばですよ。そうね、もうなんかの企画で野球を始めなきゃいけなくなっちゃって、そうね、それでそのままプロ入ってバッターとピッチャー両方でベストナイン獲得するみたいなもんですから。そのままじゃねえかもね。芸人に置き換えた意味ないだろう、ね、だそっちの方がすげえよ。なんだプロの世界厳しいなと思ったのが、ね、その後お金がなくてポスティングでお金を試したらしい。あれバイトじゃねえんだよ、はい、ポスティングシステムでアメリカ行ったの。チラシ投函やったわけじゃない。またかよおい、はい、やっと漫才進んできたなのかよ。いやいやそれはおかしいですよね。いやもういいから。いやそれはおかしいですよ。めちゃくちゃ怒ってる。筋が違うでしょそれは。え、漫才協会だからやったんですよ。お客さん見てますか。関係ないでしょ。いやそんなレコード会社の人とかにお願いしてくださいよ。味切れのとこ見せないの。そんな知らない、会ったことないんだから。なんだよその電話な。フジテレビのアナウンサーとか子供がやってるぐらいしか知らないですよそんな情報しか。何の話。もう二度とあなたたちとは、はい、関わりませんから、かけてこないでください。失礼します。いや何やってる。ごめんなさい、すいません。お客さんの前でそんな剣幕で。水曜日のダウンタウンのスタッフから、うん、なんか今度チェッカーズで中野企画やってくれ。なんでやんなきゃいけないんだよ。なんでそれうちらがやんなきゃいけないんだよお前。知らないよ。もっと怒っていいよそれお前な。会ったことないんだからさ。なんで俺らがチェッカーズ。知らないよ。なんでフミヤと高向俺らが中野させなきゃいけないんだよ。知らないよ。知らねえよそんなの。ごめんなさいね、すいませんね。電話出るなっつってんの。メジャーに渡って4年目の今年、うん、投げては9勝打ってはホームラン46本、ね、やってくれ まずまずの結果を残したわけですけど。誰が言ってんだよ満票で MVP だよお前。でも最後までペレスかゲレーロジュニアか大谷トールジュニア、誰が、ね、そんな呼ばれ方してねえわ。ホームランを取るのか分かりませんでしたけど、大谷翔平でいいんだよお前。ただショータイムという言葉が生まれましたから ね今年はショータイムですよね。本当毎日ドキドキしましたよ ね今日はどの同僚をボコボコにするのか。中田ショータイムだろお前、気になっちゃいましたけど。中田翔の暴行事件ってショータイムって呼ばないんだよ。46発ぐらいいっちゃったんじゃないか。ホームランみたいに言うなお前。そんな水原一平を皆さん覚え、はい、もしもし。もう終わるとこだったでしょうね。それ通訳だろ、いい加減にしろで終わるとこでしょもうね。はい、あ、なんだよ、はい、ありがとうございます。はい、さあそうなんですよ、あの文化庁の、はい、助成金をもう少し、助成金、はい、上げていただけると。文化庁からの電話助かるんですけど、はい、国からの電話だ、これは一番大事なの。はい、大事大事、その分、ね、助成金が出るかどうか、漫才協会の大事なとこだから。はい、頑張れ。あのそうじゃなくて、はい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 、ちゃんと自分の話をちゃんとしないと。あ、漫才協会の話をちゃんと頑張れって。あ、ちょっと聞いてください。あ、うん、あダメだ、切られちゃった。一方的に。何やってんのね。すごい一方的だったな。それ文化庁の助成金で一番大事な話じゃない。そうそうそう、大事だったこれ。全然アピールできない。国から買ってきたの。この岸田首相から今買ってきた。首相から、はい。首相自ら買ってきたのね、はい。それでおめでとうございますって言ってたのね。そうすみません。あの人全然聞く力ないじゃん。はい、全然こっちのあれ全然聞いてこなかったよね。潰すぞって言われましたから、ね。そうすけ。それはダメだろ。あ、また買ってきた岸田首相から。いいよもうな。
はい、そんな水原一平、皆さん覚えていただきましょう。そのまま漫才やるな、お前いい加減にしろ。どうもありがとうございました。